どうも激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。はい、やってきました。今日は秋葉原に来ましたよ。秋葉ですよ、のほほーと。で、今日のターゲットはですね、発表しますよ、いきますよ、じゃじゃーん。今日はですね、藤山ドラゴンカレーということで、見てください。これね、これは誰ですかね、これ藤山さんですかね。ねえ、藤山さんが作ったカレーなんですかね、これね。で、しかも見てください、これね、今回これジップですよ、ジップ。ねえ、ジップに紹介されてよ、ジップ。カレーの辛さを調整できるらしくてね、今日はね、そのハバネロが入ってる20辛のね、藤山さんを攻めたいと思います。じゃあ今日もね、スーツをびっちょんこにしながら行ってみましょう。レッツゴー。はーい、藤山さん、富士山富士と、オーケー、富士山、オーケー、オーケー。ちょっと富士山やりすぎたかな。はい、というわけでやってきたんですけど、今日はですね、藤山ドラゴンカレーの秋葉原店さんに来てますということでね、これね、メニュー見るとね、まあちょっと辛そうな感じじゃないですか。結構ね、ボリュームありますよね、ボリューム。看板メニューの藤山ドラゴンカレーということでね、このロゴがね、はい、このロゴにね、ちゃんと藤山さんですかね、わかんないですけど、はい、しっかりいますね。じゃあ行きましょうか。じゃあ早速呼んでみましょうか。お願いします。藤山ドラゴンカレーの、辛さを20辛で。ちなみになんですけど、この20辛って結構辛いですか？だいぶ辛いです。だいぶ辛いです。完食率とかってどれぐらいですかね？挑戦する人がそもそもいないと。しないね。なるほどね。今ちょっと調査したところによるとね、そもそも挑戦する人がいないと。こら大変だ。ちょっと辛さ未知数じゃないですか。お、来たかな。お、おー、これは何でしょうか。藤山ドラゴンカレーですよね。うおー、大きいですね、これ。この富士山の頂上にね、この卵が乗ってるんですよ。え、ネギとニンニクがあると。これはうまそうだな、これ。うまさも辛さも頂点ということで、いきましょう。辛そう。やっと会えたね、藤山ドラゴンカレー。どれだっけ、どれだけこの瞬間を楽しみにしてたか。ご飯の頂上にそびえ立つ卵はまさに富士山のように美しい。ああ、いただきます。じゃあ行きましょうか。藤山さん、お手並み拝見ということで。これね、すごいね、めっちゃうまそうだな。これね、卵の黄身を崩すのがもったいない気がしますよ。ちょっと最初、じゃあルーだけいってみましょう。ね、これね、いただきます。お、めっきたね、きたね、きたね、これ来てるよ。久しぶり、このハバネロの感じ。匂いそんなに別に辛そうじゃないですけど、口に入れた瞬間やばいですね、このハバネロの辛さが。ちょっと侮ってましたね。カレーだいぶいっちゃってますね、これ。カレーな、これ。ちょっと油断しましたね。そうです、これ結構ハバネロが入ってます。これハバネロ系の辛さですね。あー、カレー、カレーで、おー、いますか。もう一瞬二口でもうちょっと若干汗が、もうこのニンニクとね、ネギを合わせて食べましょう。これカレーにネギってちょっとあれじゃない、結構斬新ですよね、これ。うまそう、これ。いただきます。うん、合うわ、ニンニクとネギ。辛いわ、これ。ちょっと辛みを和らげるために、この卵を割っていきましょうか。もうすごい、すごい、これめっちゃ弾力ある。これ多分つまんでも大丈夫なやつよ、これ。すごい、全然卵が崩れない。あ、ルー結構ね、
弾力があるんですよ、これ。あー、やばい。ドラゴン言うだけあってね、結構辛いっすわ、これ。早くもフルボッコ状態ですよ、ね、じゃあ気を取り直していきましょう。卵を崩しても全然辛さが抑えられない。久しぶりに味わうこの辛さ。ここで一発いっときましょう。ここできました、初期だ。どどどどど、今日もびっちょんこでしょ、びっちょんこでね。これ見るとね、ここになんか書いてあるんですけどね、ちょうど今半分食べ終わったんでね。でね、これね、白湯があるんですよ、ここに。なんか出汁の効いた白湯ですかね。ちょっと後半、残り半分は雑炊にしてみましょう。豆乳、あ、すごいうまそう。これね、これうまそう。おー、まあ、要はこれカレー雑炊ですね。カレー雑炊です。このカレーのルーと、この出汁の効いたスープが合いそうですね、これ。そしてカレーは、カレーだけに。じゃあね、これね、雑炊が出来上がったんでね、これうまそうだな。カレーを二度楽しみますよ、これ。カレーってあれですよね、急に食べたくなるんですよね、カレーってね。うん、まあ、でもいくら雑炊にしたからってね、やっぱね、ハバネロの辛さはやっぱありますわ。辛い。うん、じゃあね、残り残すとこわずかなんでね、最後ちょっとラストスパートをかけていきたいなと思います。よし、ちょっと丼ぶりスタイルでいこう。口の中でね、味わってたらね、ちょっと危ない気がするんで、一気にかき込もうと、一気にかき込もうと思います。と、じゃあいきましょうか。うわ、大きいな、これ。ハバネロが鼻から突き抜ける。あれ、はい、はあ、ごちそうさまでした。よし、完食しました。オッケー。というわけで、藤山ドラゴンカレーの20から食べ終わりましたということなんですけど、まあ結構辛かったですね。侮ってました。うん、ハバネロが、はあ、久しぶりにこの辛みを味わいましたね。まあでもね、全然ここあれですからね、激辛カレー屋さんじゃないですか。通常のカレーが普通に美味しそうなんでね、全然激辛苦手な方でも全然挑戦できるお店なんでね、結構男性が好きそうな感じですかね。値段安めなんですけど、今日大盛り頼んだんですけど、結構お腹いっぱいになりましたね。普通盛りでもいいぐらいのボリューム感でしたね。辛さの判定をしていきましょう。藤山ドラゴンカレー秋葉原店さんの藤山ドラゴンカレー、辛さレベル、じゃーじゃじゃん、辛さレベル9でーす。おめでとうございます。レベル9です。まあこれ結構辛い方ですよ。で、これ今日ジョニー20辛食べましたけれども、あれですね、20辛挑戦するにはですね、10辛をまずクリアしないと20辛にはいけないというところなんでね、選ばれし者しか挑戦できない域なんでね、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。
いや、もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々更新してますんでフォローお願いします。ああ辛かった。そしてあの全然関係ないんですけど、このロゴあるじゃないですか、この男性、この男性って藤山さんなんですか？あ、そうなんですか、社長さんなんですか、藤山さん。あ、高橋さんですか。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっともっと